キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は、はい、ね、まあ、あのクライマックスシリーズも終わって、まあ、日本シリーズに行きますけども、うん、FA 選手動向問題、はい、まあ、まだ FA するかどうか分かんないからね、うん、分かんないけども、もうしそうなのは、うん、しそうな人いよ、はい、中田氏、中田翔選手か。中田も多分、うん、ほぼ 100FA すると思う。あれですか、あの新之助が監督になって、うん、はい、サード坂本、うん、ファースト岡本、はい、ショート門脇レギュラーって言ってる、うん、そしたらもう中田は代打しかないよ。もうそうですね、ポジションない、ね、もしくはレフト守らずしかないじゃん、うん、でも中田本人はいろんなところのコメントを聞くと、うん、ファーストで出たいって言ってるじゃん、うん、もしくは試合に出れるんだったらまあいいけども、まあ、ファーストで出たい、プライドあるんでって言ってるから、うん、ってなった時によ、うん、だから原さんには恩義あるかもわかんないよね、はい、まあそのね、トレードだけどもまあいろいろあった中で、まあ、ちょっと変わってみたいなところもあり、そうそうそう、でもまあ監督も変わったっていうところ で、うんうん、はい、であのコメントとか見てると、うん、FA ほぼするやろ。まあそうですね、うん、確かに巨人への恩はあったとしても、うん、まあ、原さんにってところで監督変わるタイミングだったら、うんうん、しかももう試合ポジションないしね、うん、だって坂本岡本って言ってるから、門脇って、まあ出るのが一番ですしね、試合には、うんうん、そしたら、はい、まあ、あの球団しかないやろ。え、もう何知ってるんですか。俺はもう、うん、妄想中って入れといて。はい、そうですよね。知ってます。知ってます。俺はもう知ってんだよ。気になりますね。ああ、うん。え、もうこの球団でも見えてるんですか。ああ、見えてるね。そう、教えてくれないですか。え、引き次第。知りたいですよ。FA 第1回戦で来ます。ドラフト引きずってます。中田翔、うん、千葉ロッテ。ロッテ取りに行きます。ロッテですね、ファーストいないじゃん、はい、うん、長距離砲いないじゃん、はい、まあでもちょっと山口選手とか安田選手とかこうちょっと育ってきてはいるし、いや、それファーストサードで山口が山守れる、うん、そうですね、うん、確かに、でしかも DH もあるし、うん、えソフトバンクちゃんっていう今雑音がめっちゃ来てる、ね、でもソフトバンクはやっぱりいい人全力で取りに行くみたいなコメント出してましたよね。そうなんだけど、うん、一つコメントで引っかかるとか、はい、俺は中田翔、うん、家族の、うん、子供の学校言ってました、言ってたよ、うん、そしたら、はい、やっぱ関東圏がいいんちゃう、まあ、そうですね、なあ、子供の学校と家族ってなったら、うん、そしたらロッティが、うん、ファースト、うんうん、そうですね、うん、おしかも子供の学校も関係ないし、はい、しかも吉井さん、うん、金子誠さん、はい、いるよ、うん、で去年までいた村田もいるし、はい、うん、あ、なんかぴったりですね、ハムで一緒にやってたやつ、うん、巨人で一緒にやってたやつ、はい、で家族の問題、うん、学校の問題、はい、ファースト空いてる、うん、全クリ、おお一つだけ問題あります、はい、これやっぱりでもね、やっぱ勝負やろお前今、まあ、そうですよね、来年もしオリックスが山本おらんくなってみ、うん、今年2位やろ、うん、打ちさえすりゃいけんちゃん、ちょっと金かけよう、今行くべ、しかも今年言ってたやん、うん、社長が、はい、過去最高益の収益です、うん、お金って何のためにあるか知ってる、何ですか、使うためにあんねん、行け勢いで来るかどうか分かんないけど、でもいろんなこと総合したら、はい、条件いけてるやろ、もしかしたらでもまだ第2巡もあるね、あ、第2巡もあるね、うん、じゃあそれ聞きますね、はい、中田翔第2巡 FA 先横浜 DeNA ベイスターズ、あ、まあ、関東圏ファースト入ってる、はい、そこ重要ですよね、あ、うん、あるやろ、いや、あ、そうですね、あ、第2回ある、ん、第3回もある、第3回もある、聞きたい、聞きたい、中田翔第3回 FA 先です。福岡ソフトバンクホークス。やはり。やはり。彼の力で。はい、もう単身赴任で、うん、お金くれるから単身赴任で行くな、はい、って言って。やだった、今年。で、うん、ホークス、結構なお金のゆとり開けてますよ。うん、ね、でも多分 FA は絶対するな、はい。うん。間違いなく。しますか。うん。うん、じゃあ続いて、はい、加藤隆だね。お、日本ハム投手、うん、FA する確率 70%、 あ、70ですか、結構高いよ、はい、中田翔はもう 95% だから、うん、あ、加藤高い表彰が低いんですね、 70%、うん、はい、え、その 30% のこう要因は何ですか、まあやっぱフルスがいいやん、やっぱりやりやすいし、まあ、居心地がいい、居心地がいい、まあ、ポジションに絶対あるし、ああ、うん、で、はい、俺加藤高も移籍先知ってる、知ってます、うん、
これまあなんとなく私想像はついてますよね。ついてるの、はい、加藤貴之、うん、第1回移籍先千葉ロッテですよね。ああ、地元だから、はい、あいつ南房総だから、うん、しかも、うん、吉井さん、はい、金子誠さん、はい、ジョニー、うん、日本ハムの時、はい、いるからいるからで地元地元いいですね、あるんちゃう、うん、だからもう加藤貴と中田翔ダブル取りで、はい、取ってか来年優勝目指そうっていう。お金大丈夫ですか。今年最高益稼いでるって言ってんだからお金っていうのはね使うためにあんねん。そうですね、ああ使え、そんなもん使ってもっと売り上げ上げればいいんですよね。ああそうしたら帰ってくんねんって、うん、ああそうですね、節約じゃうねん、使ったら帰ってくんねん、しかもプロスポーツ選手は、うん、ね、しかも中田翔のお金は今年1年間かけての収益で取ります、うんうん、で加藤隆の、お金は、うん、クライマックスシリーズの収益で取ります。確かに2位でできたら大きかったですね。3試合もできてるから、うん、1勝1敗以上で、はい、1勝1敗にしてるからね、うん、あはそうですね、うん、でも2番目もね加藤隆 あります、うん、はい、第2回移籍先チーム読売、読売ですか。やっぱピッチャー取りに来たんや、はい、そうお金出しますよ。あ、まあ出しますよね、うん、しかも東京やろ、はい、もう千葉すぐ横や、はい、地元にも帰りやすい、うん、ありえるな、まあ、ありますね。あ、ジャイアンツはありえると思う、うん、やっぱ、まあ、やっぱ日本ハムのエースですからね。あ、ね、うん、でもまあ FA する確率 70% やな。 70%、うん、続いて西川、はい、西川龍馬選手、うん、FA する確率、うん、30%。 あ、ほぼしない。いや、せえへんやろ俺、西川はせえへんのちゃうかなっていう。残留しそうな気がするな。あ、しかも別にカープでいても、ね、そんな悪くないし、うん、ひょっとしたら、ね、優勝できるかもしれんし、うん、いいやんな、うん、俺はなんか湧き立ってるけど、うん、俺はせえへんのちゃうかって思うね、うん、私もしなくていい気がしますね、ね、うん、うん、まあ、FA しますったら年俸も上がるでしょうし、うん、する系。昨年ね、1年契約してるんですよ。ちょっとそこ引っかかってるんですよ。そうあるな。だから30%。あ、なるほど、うん、本当は 10% ぐらいにしたいんだけど。あ、でもやっぱ気持ちいい、聞いてみたいっていうのはあるんでしょうね、うん、他からの評価とかっていうのはやっぱ思うじゃないですか。彼、関西出身、うん、阪神好きなで、潤沢にお金や資金があるオリックスとか、うん、阪神とか。え、オリックスだったらどうですか。いや、空いてるよ、外野は。阪神も空いてるね。じゃあ、ありえます。まあ、だから30%。うん、まあ、なんか広島にいてほしい気もするけどな、うん、まあ、ここが三大 FA 市場じゃ。そうですね、うん、今のとこそうか。あ、まあ、もう一人あるけどね。もう一人いますよ、オリックスは山崎さん、うん、あ、山崎たちだと。山崎はもうね、FA するとしたらセリーグだね。うーん、打つからね、うんうん、あ、そうですね。ヤクルトとかいいんちゃう。ぴったりっす、うん、あ、ぴったり。あ、ヤクルトぴったり。まあ、ひょっとしたら巨人もあるよな。ありますね、ああ、うん、山崎ね、うん、でも山崎 FA するかもしれないね。50% だね。3連覇味わってて。いや、だからですよ。もうやることいないよ。確かに、もう優勝はもうしたから、うん、日本人もだったし、うん、次はもう自分のためにまた上げて、うん、お金給料上げて、うん、ビジネスとしてだから、うん、一番 FA しやすいよな。確かに、うん、ピッチャー足りない球団結構ありますしね、うん、ヤクルトぴったりですね、うんうん、あともう一人大物いるよ。大物います、うん、山川。ああ、そうですね。FS? せやろ、FA。しそうじゃないですか。それは大丈夫なの、ファン心理責任は。え、多分西武のファンの皆さんは。どうなんですかね。そのなんかこう、やっぱみそぎいるんじゃん、あと1年。いや、トレードとかだったらいいけどね。まあトレード、うん、これトレード、もしですよ、うん、トレードで違う球団行きました、うん、その1年後に FA することは可能ですよね。もちろんもちろんもちろん。ああ、1年じゃ、もしかしたら、うん、だからあの想像です。山川中日説あるの。FA とかもししても取りに行くらしい。言っちゃっていいんですか。だって想像だから。あ、想像、妄想中って出てる。あ、妄想中、うん、中日行きますよ。中日説あるね。なんか FA したら中日も山川欲しいっていう噂があるから。はい、だまあソフトバンクも欲しいだろうね。うん、うん、だもう巨人はファーストいらないからね、うん、でしかもお金出せるとこじゃないから、はい、とこじゃないとダメだから、うん、中日、ソフトバンク、うん、あるんちゃ。ありますよ。あとだから山川が FA とかね、するにするかしないかで中田の情勢も変わるよね。そうですね、うん、かぶりますからね、うんうん、そこがどうなるのかっていうね、うん、でも行くとしたらやっぱセリーグなんですか。どうやってなんかでもパリーグで考えると、うん、ハムに変えることはないや、うん、普通に、ね、うん、普通に考えて、はい、うん、山川 FA してハムなんかイメージないよな。ないですね、うん、で西武に中田、
そういうイメージないから。でしかもおかわり君もね、うん、おむすび君もいるしね、はい、オリックスも、うん、ファースト、頓宮いるしな、まあ、今育ってきてるしなっていう。でソフトバンクはいるね、うん、だからソフトバンクやっぱりいい。ありますね。でロッテもまあね、長距離方が欲しい、でセ・リーグだと DeNA と中日しか空いてない。でも山川今サードの練習もしてるから、はい、エリックスリーグ、うん、サードもいけるってなるとね、どうなるんでしょうね。FA 俺はせえへんと思うけどな。しないですか。いや、するのも勇気いるね。まあそうですよね。まあわかんない、権利だからね、まあそれは個人の自由だから、うん、あれはあるけど、やっぱ一番しそうなのはやっぱ中田、うん、やっぱ 95%、はい、やっぱ情勢的に考えても、うん、まあした方がいいよね。そうですね、中田はね、うん、この前でも本当代打になるだけだから、うん、野球人生1回しかないからもったいないじゃん、うん、で加藤隆でしょ、はい、地元へようこそっていう、うん、ロッテようこそっていうのもあるけども、うん、ジャイアンツもあるよね、はい、山崎幸也、巨人ヤクルト、うん、ヤクルトなんか濃厚な気がするな。西川せえへんのちゃんしたらもうビッグニュースだね。いやでも先生の情報によるとね、関西って西川が FA したらもう 来年の広島の順位予想、うん、もう全然下になってる。でも一人だいぶ変わりますよ。だいぶ無理やろ、もう、うん、もう無理でしょ、はい、それはもう、うん、下手したらもう6位までいっちゃうよみたいな。そうですね、まああとはね FA するかどうかもあるからね、うんうん、あと海外 FA の人とかもね、うん、あと俺 FA するって言ってるだけで、うん、FA しても残留あるからね。あ、そうですね、うん、そっか、宣言残留ありの球団、なしの球団ってありますもんね、うんうん、あとずっと最初から言ってるけど、妄想だからね。そうですね、今日の話は妄想です。俺は全部妄想だから、はい、何も知ってるわけじゃないからね、はい、そこら辺、佐々木が言ってたみたいなのが SNS でもうすぐはびこるからね、はい、妄想だから、はい、そこら辺はね、だから皆さんのね、うん、妄想コメントも、そうですね、ここがいいと思う妄想コメント、お待ちしてます、はい。